はい、おはようございます。もか太郎です。ただいま朝の8時でございます。今回はね、もう先に言っちゃう。神ゲー見つけちゃったの。神ゲー。これね、よかったら皆さんもう今すぐプレイしてほしい。まあそういうゲームね。でね、どんなゲームかっていうと、皆さんゼルダの伝説ご存知ですよね。ものすごい面白い有名なゲームなんだけど、ブレスオブザワイルドあったよね。あれさ、確かこうパラシュートもプーンって飛んだりするよね。プレイしてる人はわかると思うんだ。まあ、とりあえずその要素と聖剣伝説、皆さんご存知ですか？聖剣伝説、ものすごい面白いゲームね。魔法を使ったりとか、なんか敵が来たらズバ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 やっつけたりだとか、仲間によって全体の回復魔法だとか全体の攻撃魔法だとかさ、あとはさ、結構前に箱庭とか流行ったよね。箱庭、人参とかキャベツとかさ、小麦とか育てちゃったりなんだり。あとはね、マインクラフトっていうゲームご存知ですか？豚とか牛とかを捕まえて、なんかこう合体させて増やしたりだとかさ、その増やしたやつを今度はお肉にしたりとか、羊だったら羊のこの毛を買ったりだとかさ、あと忘れてるもの何？ああ、思い出した。キャラクターがプーンってジャンプするのもそうなんだけど、ヘリコプター乗れるんで、ヘリコプタープッププププププってもうなんだ、アクション RPG クラフトゲーム、なんだ、なんかもういろんなゲームの美味しいところだけをもう抽出して、それを組み合わせたゲームなのよ。そのゲームの名前はこれ、クラフトピア。これね、発売されたばっかりのまだアーリーアクセス試作品です。試作品で、これから製品版になるとは思うんだけど、マジで面白いのこれやばいよ、本当にやばいんだよこれ。マジでやってみて皆さん。私の説明でこうなんかいろいろこう伝わったかどうかものすごい不安なんだけど、とりあえずね、いろんなゲームの美味しいところをガッと集めてドーン作ったやつ、それがクラフトピアっていう、そういうゲームでございます。まあ、説明なんかいらない、とりあえずプレイしていくよ。見れば早いでね、ちなみに13時間ぐらいプレイしたんだけど、もう超楽しいよ、超楽しい。じゃあまずはね、アーリーアクセスへ参加される方へ、 ありがとうございます。まだ開発中だからバグとか不具合多いけど、1年ぐらいかけて改善していくからちょっと待っててね。で、これからの予定に関してなんかいろいろ追加していくから。で、マルチプレイに関してね、開発中だから挙動が不安定なことがあるけど、どうにかするから待っててねって。で、もしあれだったら再起動すれば治るからって、そういう感じね。はい、ということで、こちらが一番最初の画面でございます。ちょっとヘッドオンしようか。プレイ方法はシングル、マルチの2種類ね。で、マルチプレイは他のユーザーと一緒にプレイできたりする。で、私がやってるのはマルチ。一応ここにね、キャラ作っちゃったんだよね。だけども新規でやっていくから、新規でね。で、キャラクター作成、男女のキャラクターが選択できます。で、目とか髪とか、なんかおひげ、男の子だったらおひげとかフェイスペイントとか、あとはね、タイプ、種族、人間、エルフ、デーモンとか選べるからね。これ今んとこ人間しか選べないんだ。多分これから実装されるんだね。カミングスーンって書いてあるから、そうだね。ってことで、キャラクター作っていきましょう。はい、キャラクターの名前を入力してください。もかったろ。これで作成していきましょう。ドン。わ、なんかスイッチが出てきたよ。押せよ。いくよ。せーの、ポチッ。何これ、爆発したんだけど。おお、なんか精神と時の部屋みたいだね。ちょっと動かしてみよう。全身は W、 左が A。 わあ、落ちちゃったよ。ああ、落ちちゃった。で、バックが S で、右が D だね。なるほど。で、しゃがむが C だね。で、しゃがみながら全身。なるほど、進んでいこう。やばい、くしゃみ出そう。なんだ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 、エルフっぽいね。ようこしょ、ようこしょって言っちゃった。ようこそも、あ、覚えてない。そうですよね。でも間違いなくあなたが滅ぼしたのです。偉大なる神クラエルはもう一度チャンスを与えることにしました。あなたは最初の人類となり、新しい世界クラフトピアを今度こそ正しい世界へ竜を打ち、伝説のブリューで世界のどこからでも見える。早い、分かったろう。クラフトピアであなたはやり直せるのです。なんか地球壊しちゃったらしいね。
新たなる世界であなたと共に希望があらんこと。ありがとうありがとうありがとう。さっきのボタンで地球を壊してしまったみたい。で、人類はあなた一人でもう一回やり直しなさいって言ってんだね。そういう感じじゃ。そういう感じじゃ。ういー。よっしゃ。じゃあこの扉行ってみましょう。はい、この画面に来ました。IP 経由で参加っていうのはこれマルチプレイね。で、Steam 経由で参加推奨。これもマルチプレイ。Steam をまず開いて、フレンドリストを右クリックすると、自分のクラフトピアのサーバーにフレンドを招待するっていうコマンドが出てくるから、招待すると自分のクラフトピアの世界にお友達を呼ぶことができるって、そういう感じ。だ基本的にマルチプレイするときはこっちでやるかな。Steam を立ち上げて招待っていう、そういう流れ。で、ホスト&プレイっていうのは何かっていうと、これから自分のクラフトピアの世界を作るよっていう。そういうこと。で、これテストって書いてあるんだけど、これは気にしないで。くしゃみでそう。はい、じゃあ新たなワールドを新規作成します。どうしようかな。地球壊しちゃったんだよな。リポビタン D にしようか。リポビタン D。じゃあこれで世界を作っていきましょう。それでは、スタート。サーバーと同期完了しました。ということで、私の世界が、できた。あれ？人類私だけって言ってたじゃない。結構人いるよ。どうしたんですかこれは。あ、チュートリアルか。なるほどなるほど。話してみよう。いい、マウス左で攻撃を。あー、ごめん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 。 E でアイテムを回収できるわ。なるほど。はい、次タブでインベントリを開ける。あー、こういう感じだね。なるほど。ここに剣とか盾とかが入るところだね。建築、そうそう、お家作れるんだよ。で、下消費アイテム、あ、そう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 、満腹度があるから料理とかもここに入るのかな。で、最後素材、これはあのクリスタルのマークだから鉱石とかそういう感じだね。大切なアイテムとかがここに入るんだね。で、ここが装備品とかそういう感じだ。で、これがアクセサリーとかだね。で、ライフポイント今100だね。で、マナ、これは MP だね。魔法使うことができるからね。で、クラフトページを見ていきましょう。武器、木の棒、これを作るには原木が5つ必要なんだね。作るときはクラフトを押せばいいんだ。なるほどなるほど。これでツルハシや斧、松明とかいろいろ作れるんだね。で、石の作業台、これは生産設備だ。これを作ることによってもっといろんなものが作れるってことだね。そしてミッション、これはチュートリアルだね。こなしていけば経験値がもらえるよっていう、そういう感じだ。そしてスキル、これがね、まあ面白いのよ、これ。まず基本、瞑想、マナの自然回復量をわずかに増加させるとか、こう MP とかね、ちょっと増えたりだとか、回避ができるようになったりだとか。で、次、戦闘。研いで次のダメージを増加させる。なるほど、剣とか棒を研いで、敵に大ダメージを与えられるっていうスキルだ。そういう感じだね。戦闘スキルだね。3回切りつけるとか、そういう感じだ。そして魔法、おい、ライフを回復する、風を起こせる。なるほどなるほど。で、これがだんだんレベルアップしていくと、仲間が死んじゃった時に生き返らせられるリザレクションっていう魔法を覚えられたり、強い攻撃魔法を覚えることができるんだね。マジックシールドとかある。魔法ダメージを軽減する。続いて生活、生活はこれあれだ、回復のお薬を作ったり、あとは斧の効率を高くしたり。多分効率っていうのは採取量かな、採取量が増えるとかそういう感じなのかな。それのツルハシバージョンだったりだとか、あとはなんかこういろいろ、ああ木を切った時に確率で追加の木を入手。ああなるほどなるほど。で、最後トリック、まあ、これはねいまいちよくわかんないんだけど、細かい技が使えるっていう感じなのかな。仲間に触れた時一定の時間仲間の攻撃力を増加させる。なんかカミングするんだからこれから実装だね。遠距離をガードした時にマナーをわずかに回復する。なるほど。そして最後図鑑、まあ、今まで撮ったやつがここに表示されるよっていう感じだね。カミングスーン書いてある。これから実装ってことだね。 OK、 わかりました。アクティブスキルはホットキーにドラッグで使用できるぞ。アクティブスキルっていうのはさっきのタブでスキルページを開いて、例えばこのヒールを使いたいんであればこれをドラッグしてここにカチャッとセットすれば、もうそのセットされた数字を押せばヒールが使えるよっていう、そういう感じだ。 OK。 じゃあ次、
クラフトの準備ができたら作業台を作るのがおすすめじゃ。はい、了解しました。はい、次、作業台ができたら次は石のグラインダーを作るんじゃ。 OK、時代の祭壇を作れば時代を進化することができる。時代を進化、ほうほうほう、時代を進化って。最大ライフや最大スタミナを増やしたければ空に登るのじゃ。空に登るのじゃ。わあ、なんか上空に何あれ、空島みたいなのがある。で、なんかくる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 してる。まあまあまあ置いときましょう。とりあえず基本操作を覚えましょう。宝箱、あ、骨出てきた。骨一個。おー、動物がいるね。おー、いかにも鉱石の石って感じ。羊だ。ちょっと攻撃してみようか。待て待て、いい蹴りを羊に蹴りくれてるね。よし、倒した。お、なんだなんだ、羊の毛、獣の肉。なるほどなるほど。あ、右上にミッションが書いてある。これに沿ってやればいいんだ。ジャンプ、壁に登る。石でもいいのかな。よいしょ。オッケー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 。で、木を5回殴る。あ、この右の黄色いゲージはこれスタミナね。スタミナゲージになります。あ、これダメージ受けてるわけじゃないね。ダメージを与えてる数字だね、これ。ライフポイント減ってないもんね。うん、とても強い拳なんだね。あ、牛がいる、牛。牛倒そう。うわぁ。ちょっと待って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 、逃げるな逃げるな。よいしょ、あれ乗っちゃった。え乗っちゃったよ。ちょいちょいちょい、よし。おー、レベルアップ。獣の肉、ミルク。お、 Y でスキルを獲得。 Y を押してみよう。で、さっき説明したやつだね。これをどういう風に振るか結構重要だよね。あ、でも1回だけリセット無料って書いてあるよ。なるほど、優しい。あー、どうしよう、最初だもんね。ヒールかな。回復魔法を覚えたいね。 OK で、アンロックしました。このヒールのアイコンをドラッグしてここにポイッとやると、一回使ってみよう。 MP を10消費、47回復。ちょっと石叩いてみようか。おい、石も取れる。すごいね、素手で石いってる。よし、こんなもんでいいんじゃねえか。で、ちょっとクラフトやってみよう。何か作れるかもしれない。木の棒が作れるね。クラフト。あ、作ってる。タイムが出てくる。で、これを、ここか。装備する。わー、持った持った。いい感じじゃないの。いい感じ、いい感じ。赤いプチプチついてるのわかるかな？ちょっと叩いてみるね。お、銅鉱石。わー、レベルアップ。やったぜ。魔法弾を連続で打ち出す。なんかこれ面白そう。よいしょ。ちょっとやってみる？やってみる？魔法弾。8番。えい。え？すごい近距離じゃないと無理なんだ。おわー！バババン！バババンだよ、今の。バババンってなんだよ。次は石の作業台を装備して設置する。石銃、原木銃、クラフト。あ、できた。6番。あ、置けるんだね。よいしょ。わあ、初めての作業台。見てみよう。作業台を作ると作れるアイテムが増えるんだね。そういえばグライダー作りなさいって言われた気がする。風の力を借りて空飛ぶグライダー。あ、これがあれだ、あのゼルダの伝説に出てくるやつにすごい似てるの。ちょっと装備するね。よいしょ。 OK、 ここで高いところ、ギャ、せーの、よいしょ。で、この間にシフト押すと加速するみたい。同時にスタミナも使うんだ。これ作りたいね。石のキャンプファイヤー。石5の原木5。クラフト。はい。おぉ、すごい。あったかいあったかい。おぉ、あった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 。嘘でしょ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 。燃えんの燃えんの。じゃあ、牛焼こうか。よいしょ。クラフト。じゃあ、その間に。他のものを見てみようか。これ気になるね。時代の祭壇、素材を消費して時代を進化させることができる。進化すると新しいクラフトレシピや鉱石が出現する。クラフト。
はい、出来上がりました。じゃあこれを、おー、おっきいおっきい、よいしょ。おー、なんか鋼の錬金術師みたいな。その間にお肉食べよう。いただきます。よいしょ。ライフ15回復、 20% 満腹度回復。もう一個食べてみようか。よいしょ。よーし、 100% いいね。おー、時代の祭壇。なんじゃこりゃ。石器時代、次の時代。ああ、なるほど、今は石器時代なんだ。石器時代のものしか作れないんだ。で、次の時代に行くと農作の時代に突入するんだね。で、農作の時代に入ると新しいアイテムはこれらを作ることができるよっていう、そういう感じなのかしら。おお、茶碗蒸しあんじゃん。茶碗蒸し作れんだ。おお、鍛冶屋とか。あ、ろう、わかるよわかるよ、鉱石を焼き焼きするんでしょ。なるほどなるほど。だいたいクラフトゲームこういう要素多いよね。ってことはこの時代の祭壇をどん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 進化させていって作れるものを、おお、下行くとわかるじゃんこれ。時代を進ませていくんだ。おお、なんか動物をこうなんかエッチエッチさせると新しい生命を生むことができる。こんな感じでこの時代の祭壇は結構重要な役割なんだね。はい、ということで今回は基本操作の内容でございました。いかがでしょうか皆さん。よかったら皆さんもやってみてください。ということでご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。